油を落として、はい。
で彼は盾を焼き付けるんだよ。はい、盾を焼き付ける、うん、国にも盾のわけがなく、はい、用意、はい、焼き方みたいな感じですね。名古屋コーチ、宮崎の平子寺部。おお、すごいですね。それのメスの、メスのモモ。モモ。なんか鳥ばっかり使ってるような。まあ新種の鳥なんで。はい。やっぱり新種と比べるとリーズナブルな。だいぶ。だいぶリーズナブル。300円ぐらい、200円ぐらい、30% オフくらい。こっちは親鳥の三角、親鳥の三角、ちょっと味が濃いみたいな、はい、長くかってくるので、はい、まあ、弾力も、はい、味も、はい、鳥の味が、はい、濃い感じ、濃い、はい、若いとやっぱ水っぽいので、あ、結構この親鳥好きな人多いね。そうですね、はい、外面はパリッと、まあ、油を残しながら、はい、ああ、絶妙な、ありがとうございます。ももですね、はい、ありがとうございます。
引き回してるわ。店長届きましたよ。これってやっぱ串の種類が違うっていうことは値段が違うっていうことなんですか？あ、刺し子ですか。はい、まあ、そのものによって刺しやすいのとか、あ、刺しにくいのがあって、はいはい、それ、まあ、抜けやすいとか言うから、はい、はい、あ、基本っていうか全部200円は200円なんですか？串側の値段は全部一律200円で、お安いですかね。大丈夫か、内容から考えちゃうとね。ササミ、はい、あ、いい匂いしますね。はい、これが炭焼き次。あ、ありがとうございます。はい、あ、日本酒もある。日本酒、はい。熱燗とか入ってます？熱燗とかって言ってた。熱燗いきますよ。はい。はい。はい、ゴロですよね。バーラさん、缶入った。缶一号。缶。はい、一号。あ、ありがとうございます。
あんまりあれですけど、ロマネコンティとかも置いてたりするんですね。これはあの新地に置いてあって、はい、この場所にはないんですけど、はい、まあ、注文していただいたら急いで取りに行くんですよ。あ、大丈夫です。